はいご視聴ありがとうございます。天地盛大その第72回第15章障子の目その2続きから嫌だわおせんは顔をしかめたもしもそうだとするとまた深川の時のようなことになるんじゃないそんなことはさせねえさ一蔵は唇を噛んだ。 およって娘を断らなかったのはまずかったなもっともあの娘が松崎って女と関係があるかねえかまだはっきり分かったわけじゃねえがそう言ってみたらどうおみよにかそれとなく当たってみればおよその見当はつくでしょう見当がついたらどうすると一蔵が聞き返したそれでは困ると断られるか こっちで断って「作用でございますか」と向こうでおとなしく引き下がるかどうなるかわかりゃしないわけれどもそうとわかればなんとか手の打ちようがあるじゃないの船の出るのは十二日だったなおみ様は明日あたりいらっしゃるはずよ一蔵は黙って二杯飲んだおみさんを止めるかと一蔵が言った神奈川塾あたりで待っていて ここっちはこんな事情だと話すか。そうねセは考えてみてからうなついたそれが一番紛れがなくっていいかもしれないわ一蔵が手を挙げておせんを静止した裏の引き戸を誰かがそっとたたいていたおせんは一蔵の顔を見た誰か裏の戸をたたいてますね隣の部屋からおよしが言った俺が出る一蔵はそう言った 板場から土間へ降り草履を突っかけて戸口へ行った。